どこ見ていいか分かんないけど、どうしていいか絶対そうだよ。多分その、多分撮ってるから多分それで聞こえなくなっちゃうから。ああ、なるほど。めっちゃ聞いてるの久しぶり？久しぶりですね、多分。はい。いや、それはなんかカラーはするって言います。カラーするです。あ、ハイライトを入れたい。あ、その、あれ、すいた人？あ、違います。あ、また別に、はい、もういろんな人がコラボしてるの。どんな感じにしていきたいのかな。いや、特に考えてはないですけど、うん、短くはしたくないな。でもみんな感じで、そうなんだよね。邪魔でみんな切っちゃうの、最初ね。そうなんですよ。でも切ったり伸ばしたり繰り返してみんなそうなるのか。でもずっとショートなの、ロングとかの時は。まあいいです、ボブぐらいですね。あ、ボブぐらいなんだ、はい。高校生ぐらいか、めっちゃ前。そんな前。部活とかしなかったの？部活してないですか？してないです、してないです。今とかしてたか忘れちゃったよ。してたんですけど、なんかそういうやつじゃないなと思って。それカウントに入ってない。はい。入ってます。入ってます。おはようございます。
でもドライカットでまたちょっと、はい、切るね。似てるよね。めっちゃ気になります。めっちゃ気になるでしょ。気になるでしょ。めっちゃ気になります。おしゃれ。いや、俺なんか衣装着られてる時に誰に似てんだろうってずっと思ったんだよね。全体的に似てますよね。似てるよね。あ、そっか。え、それアシスタントだったんですか。アシスタントだった。アシスタントなんだけど、なんかもうちょっとスタイリストみたいな風貌の人。すごい。なんか確かに、スタイリストみたいな空気感は。私1個目、あ、そうだ、はい、その私の年下に見られがちちょっと浮きやすいから少し長めにしてあって、はい、またドライで全部今度フィットするように切っていくんで、はい、いいですか。大丈夫です。あ、回ってる。
だいぶやっぱだいぶって思うんだね、やっぱね、仕事したとね。すげえ響く。
違いますよね。できることがないからハサミってこんな音するな。無音できることがないからハサミってこんな音するな。確かに。すごい音が響いてる。ですよね。聞いてると眠くなる。あ、でも結構女性で言われますよ。このハサミの音がいいとか。眠くなるって。こういう形になった。次な。あ、すごい。え、な、どうしたの？初見倒した。すごい。めっちゃいい感じに撮れてます。本当だ、なんか。すごい、もう漏れてるな。漏れてます。これなんか。プロフィール写真に欲しいですね。漏れてますって。おい、ふざけんなよ。上にシャンプー台入れたんだけど、わかる？ちょっと変わってる。確かにちょっと。ちょっと違うでしょ。ちょっと暗め。うん。終わった。いいね。超笑ってるじゃん。ありがとうございます。でも、はい、でもギリギリまでいったから。はい。ありがとうございます。はい。いや、
自分が歩くんだよ。めちゃめちゃ漏れてるじゃん。で、メイクそれを直して、はい、で、そうだね、全部直してから、はい、着替えて、メイクちょっとこれを貼って根元まで入れてるじゃないの。目元目元まだですね。目元は目元に色つけたらやばいやつよ。目元だけ色つけたらやばいだろ。Thank you.